everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、今お土産をね、お菓子御殿というね、国際通りにあるお店で買って、これ3000円以上買うとエコバッグがもらえるっていうんで、3000円分をね、まあ今回 GoTo トラベルで来てるので、 GoTo トラベルのクーポンが1万5000円分ついてるということで、その中からね、使ってポイントで購入したっていう形です。はい、で全体的にね、国際通り全然人いないです。はい、おそらくこれはまたね、10月11月って入ってコロナウイルスが蔓延しているせいなのかちょっとわかんないですけど、全然ね人がいないなという印象があります。でお店も、まあ、まだ11時ぐらいなので、これからね開くのかもわかんないけど、結構閉まってるお店が多いなっていうね印象もある沖縄の国際通りです。はい、ではそろそろお腹が空いてきたので、お昼ご飯にね向かって行こうかなというふうに思います。それにしても本当に腹が減った。今日はね、鉄板焼きステーキレストランの壁というねお店を予約してます。ここからね、今からねこのお店でランチをしたいと思います。では中入ってみます。はい、というわけでございまして、鉄板焼きレストラン壁国際通り店へ行ってまいりました。他にもですね、大阪は梅北店、東京は銀座三越店があり、那覇市内に東町本店という店舗を構えて営業しているお店でございます。店内動画撮影が NG だったため、許可された写真をお届けしていこうかなというふうに思っております。今回注文したのはコースメニュー、新鮮サラダがまずは出てきて、島豆腐と紅芋ですね、それから野菜のオリーブ炒めが出てきます。そしてメインディッシュに沖縄県産の黒毛和牛、もも、そしてサーロインを 90g で選び、ね、そのうちの一つに車エビをつけて召し上がりましたね。こちらエビですね。でエビはですね、このようにエビ線にねしてくれます。これは希望でエビ線にしてくれます。はい、でこちらがね、先ほど言った黒毛ももとサーロインですね。非常に美味しかったですよ。はい、でそれからですね、このあと、お肉をこのように焼いていただいて、ね、ニンニクチップが出てきて、ね、お好みで、醤油とかね、まあ、そのソースみたいなのをつけて食べます。はい、これですね、おろしがついてたりね、ニンニクチップをのっけたり、からご飯がコシヒカリのご飯にお酢増しが出てきてって感じでですね、非常に美味しいです。それからゴーヤチャンプルが出てきますね。はい、沖縄といえばゴーヤチャンプル。それで最後に沖縄ぜんざい、これねかき氷が非常に美味しかったです。はい、そしてこのヘッキさんはですね、焼き手のね、まあ、店内にいる店員さんが全て女性の店員ということになっていて、でね、実際に焼いてくれる方も女性の店員がね焼いてくれました。で今回僕らに当たったのが、1年目かな、2年目って言ったかな、まだね新人のね、焼き手の方で、まあ新人といってもですね、非常にね上手にね焼いてくれる方でですね、でこうね、いろいろとどっから来たんですかとか、まあこっちがね、なんか沖縄ってどういうとこ面白いんですかとか質問したことにすごいね丁寧に答えてくれたり、もうこっちをね、食べてるこっちを退屈させないようにうまくねこう調理してくれるっていうのが非常に印象的でしたね。非常に気持ちよく美味しくね楽しく食事ができる場所だなというふうに思っていますので、ぜひぜひね皆さん、沖縄に行った際はね、行ってみてはいかがでしょうか。まあお値段的にはね、若干やはり鉄板焼きですので、普通のね、まあ、お食事をするよりは若干ちょっとまあねするんですけども、全体的に、ね、沖縄の料理っていうのは、まあまあ、安くね、まあ、沖縄そばだったりね、沖縄のね、なんていう家庭料理とかっていうのは実際ね結構安かったりするんで、まあ、2泊3日とか3泊3日とかで行くんであれば、1日ぐらいねこういった贅沢をするっていうのもありかなというふうに思います。非常に美味しかったです。おすすめのお店です。はい、というわけでね、鉄板焼き屋壁というねお店で美味しく食事をしました。ね、店員の方がね全員女性の方っていうね、まあ、まあ珍しいのかな。でなかなかね会話もね
弾んで美味しい食事ができました、ね、鉄板焼きで焼き手の、ね、方まだね1年目の若い方だったんですけどね、非常に手際よく料理してくれて美味しい食事ができました。また、ね、機会があれば行きたいと思います。で、そろそろね今ちょっと国際通りから外れてるこれ浮島通りっていうね、いろいろファッション系のね古着屋とかね、まあ、洋服屋とか雑貨屋とかがあるような、あと美容院とかもね目につきますけど、そういう通りを歩いてます。で国際通りもね、先ほどよりはね人が出てきて、ね、午前中閉まってたお店も徐々に開いてね来て、でさっきね壁というお店で聞いたんだけど、コロナのね、一時期よりはだんだん人も戻ってきてますよってことでね、はい、少しずつ、日曜日国際通り近辺も祝ってきたなという沖縄の方でございます。ではまた後でお会いしましょう。ピース。バシヒデ。ビタスムージーにやってきました。ココナッツアイランドというスムージーを頼みました。こちらです。中身はバナナ、県産マンゴー、ココナッツミルク、そしてミルクのところを豆乳に変えて注文しました。飲んでみようと思います。無糖味なんですけど、もううまい、ココナッツミルクの香りが口の中に広がっています。いやーこれはねちょっと今疲れたんで一服してるとこなんですけど、疲れが取れていい感じですよ、冷たくてうまい。ピース。そしてこれはうちの奥さんが頼んでいる紅芋、バナナ、アップル、あと何ストロベリー、これも美味しい。三重橋の近くにありますんで探してきてみてください。楽器屋さんの近くです、ね、はい、どうも、夜ご飯はですね那覇の国際通りのね近くの一銀食堂というところに来て、沖縄そばとチキンカツを頼みました、ね、まあ、沖縄の家庭料理というかね、そういった感じのご飯を食べようと思います。やっぱ沖縄といえばね、この沖縄そばがねやっぱ美味しいっすね、ソーキそば、ソーキそばうまい。ここのね食堂、一銀食堂さんは24時間やってるっていうのがね売りで、朝からステーキ食べれますからね、ぜひ沖縄に来てね、飲食店全部閉まってどこ入ろうかなと思った時はここ入ると、まあそれなりに美味しい料理が食べれます。はい、ビールとかねお酒類もいろいろ置いてるみたいな、よかったらぜひ。はい、というわけでね、沖縄県に旅に来てますけども2日目ですね。まあそろそろね、まあ夜ご飯も食べて今8時40分ですか、そろそろね、まあまだね人若干いますけどね、バトーキンの音色がね、ストリートミュージシャンのバトーキン弾きのお姉さんの音色に合わせてこの辺でね、まあ今日は終わりかなってとこでしょうかね。最終日まだまたカメラ回して街の中歩くと思いますけどね、
今日昨日と撮った動画を編集してどんな動画になるか、まあ僕も楽しみですってことで、今日はこんなところでお別れしたいと思います。それではおやすみなさーい。